それではオーストリアグランプリスターティンググリッド最高峰からご覧いただきたいと思います。まずはピットスタートを選んだのはバルテリボッタスです。そして、電気系のユニット交換で19番手スタートはアロンソ、18番手からはセバスチャン・フェッテル、スプリントレースではスピンしてしまいました。ラティフィ17番手スタート、16番手は角田、ここから追い上げていきます。アルボン15番手スタートです。14番手スタートはピエール・ガスリー、アルファタウリ、そして超眼優は前線の大クラッシュから復活、13番手からランス・ストロール、12番手から、そしてリカルドが11番手からです。ここからはトップ10、5列目、10位はランド・ノリス、そして覚醒したからミック・シューマッハ、9番手からポイントを狙っていきます。連続ポイント、8番手はルイス・ハミルトン、ここからの追い上げなるでしょうか。マグヌス戦は7番手からハース、ダブルポイントまた狙います。6位がエステバン・オコン、そして5番手までスプリントレースで13番手から上げてきたペレスが上げていきます。ジョージ・ラッセル4番手、メルセデス復活なるか、そしてカルロス・サインズ3番手から2連続の優勝を狙います。フロントローはシャール・レクレールが2番手、そしてマックス・フェルスタッペンがここでの3連勝を狙います。昨年は2戦ともこのフェルスタッペンが勝っています。